昭和21年、私がまだ5歳の時、一家で満州から引き上げてきました。途中、船の中で幼い子が亡くなったり、長くそして辛い旅でした。風が身を切る満州平野、屋根なし貨車が夜通し揺れた。
Thank you. Please 请注意，各舱门与位并交叉检查。